皆さんこんにちはレック専任講師のうんのです本日は司法書士試験2018年合格を目指すための2018年1月からの学習プランについて簡単にお話をさせていただきます2018年年明け早々からレックでは生鮮等連実力養成編が開講してまいりますこちらは全12回かけまして全11科目を効率よくかつですね満遍なく 勉強していただく本当に最適な等連になっております毎回毎回の範囲があらかじめ指定されていきます民法からスタートして9回で主要4科目をそして3回でマイナー科目を終わらせていくというプランになっておりましてその週の内容をですねまずあらかじめ皆さんの方で勉強をして万全な体制を整えて等連を受けていただくというやり方と または、えー、まずは当連、当練を予習をしない形でまずは受けてみてそして1週間かけてその範囲についての復習をしていくというプラン大きく分けて、まあ、予習先行で、えー、やっていくのかそれともいきなり受けてから復習を後でやるというパターンにするのか、えー、多くの受験生がこのどちらかのやり方によって、えー、皆さん12週間戦い抜いていらっしゃるようです。 まさに12週間この実力要請答弁と一緒に戦っていくそうすれば全11科目の論点を網羅していくことができますそして今何を勉強すればいいのかということが見失われないようにですね本当に今範囲の部分をしっかり勉強していくという勉強の方法は非常に受験生の皆さんに安心感を与えるでしょうし今ですね 自分がやってる勉強をこれでいいんだというですねこう信じて疑わずに気持ちよく勉強を進めていくことがこれによって可能になります多くの合格者がですねこの実力要請答練を経てそしてその後のファイナル答練そして公開模試のシーズンというふうにですねどんどんステップアップをされていきます。まずこののの月月から3月の実力要請討練全12回卓一問問題数にして そして記述式に関しては二十四問もの出題がございます、えー、ほとんどすべてと言っていいですね論点を網羅してまいりますので皆さんあのねもう大船に乗ったつもりで、えー、まずは目の前の討論を追っかけるねそういう勉強をスタートしてほしいというふうに我々講師としては思っているところですそしてこの実力養成討論全十二回を受講し終わりましたら今年は 実はですね皆さん方に一つ大きな新しい講座を紹介していこうと思います。それが私が担当します、運野の,の時速50足という新講座となります。これはですね、生鮮トレイン実力養成編全12回、これ足に換算しますと、全2100足というですね膨大な量の足、これを学んだことになります。 ところがこの2100足実はあ全てが合格に必要なな足ではない、えー。やはりどうしても合格するために知っておかなければいけない本当にあの基本中の基本、えー、合格者になるためには絶対抑えなければいけない足とその先の発展的な足というのがこの2100足の中には混在しております。実は、えー 2018年合格目標の実践力パワーアップ講座もその点に特化した講義というのをずっと展開してきたわけなんですが今までの過去問の中で何が基礎的な絶対に分からなきゃいけない足で何がその先の発展的な足なのかというのを実践力パワーアップ講座の中では講義の中で皆さんたちにお伝えをしてきました。そののの延長線としてですねこの実力養成全12回合計足の中から 本当に合格に必要な基礎知識である足、750足を厳選いたします。そしてこの750足を体系別に一問一答の足別問題集に並べ替えまして、合格ゾーンのですね、あのサイズの問題集に編集し直します。750足の問題集です。この7750足の一問一答タイプの問題集、これを皆さん方に提供いたします。 そしてそのお足をですねもうとにかく3月この実力要請登例が終わってからしっかりと復習していただきたいんですその時にこの時速50足というからには1時間で50足合計5回であの講義3時間かける5回の講義ですべてのこの750足をポイントを解説してまいります。 つまりこの足だったらここがキーワードでここが重要なポイントだったんだということをねもちろん長々と説明することは時速50足ですからできませんがえ750足のどこがポイントだったのかそしてえ他の足との差別化するえポイントはどこだったのかというところを効率よくお伝えする講義を3時間えかける5回えこちらを提供してまいります。足を一問問一答タイプの問題集に、えー 編集し直した、ね、その750足問題集とそしてその750足についてピンポイントの解説を加えたこの運動の,の時速50足こちらの、えー、アウトプットを使いました、えー、講座でもってですね皆さん方の合格を完全にサポートしていこうと思いますまずははそののためには1月の実力要請討論からです。 え皆さん方どうぞ1月からの実力要請討論我々も最高の両門をですね厳選して作成いたしましたどうぞ皆さん方あのですねこの実力要請討論にチャレンジしていただきたいと思いますそれでは2018年1月からの勉強のスケジュール特に生鮮討論実力要請編と新講座であります運動の,の時速50足の簡単なご紹介をさせていただきました えー、皆さんのお2018年、えー、合格にこれらの講座があお役立ちね役立ってもらえるように、ね、願ってやみません。それでは私からの話は以上で終了させていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。